ジェンダーレスな美貌を放ち、まさに彗星のように現れ、瞬く間に芸能界のみならず、お茶の間に大きな衝撃を与えた、歌手であり俳優の、ピーターこと池畑慎之介さん。その強烈なインパクトの姿に、当時、翻弄された方も多かったでしょう。なぜ、彼は、その生き方を選んだのでしょうか。不思議に思って調べてみることに。ピーターさん、今年で芸歴52年だそうですが、その生い立ちとは、1952年、大阪で生まれ、現在68歳、両親と姉が一人、本名、池畑慎之介さん。1985年頃からは芸名を、ショーやバラエティの時はピーター、役者の時は池畑慎之介と、二つの名前を使い分けています。愛称は P という池畑さん。しかしその生い立ちは、数奇な運命に翻弄されることに。実は、池畑さんは、上方前、吉村流四世家元で、人間国宝の吉村雄輝さんの、長男として由緒ある家に生まれ、3歳で初舞台を踏んでいます。幼少時から後継ぎとして厳しい稽古に明け暮れていましたが、5歳の時にご両親が離婚、稽古で鬼のように怖かった父と別れ、鹿児島の母親の実家に移り、母は淀川という料亭を営んで生計を立てていたのだとか。そんな母を喜ばせようと猛勉強し、進学校のラサール中学に入学したものの、寮生活に耐えきれず公立中学校に編入。それもつかの間、とうとう家出同然で上京。原宿のクラブのゴーゴーボーイに年齢詐称して採用されて、働き出すも父親の知人に見つかり、それを知った父親が夜中に池畑さんの枕元で涙を流していたんだとか。そんなことがあったものですから、一旦は大阪の実家に連れ戻されたものの、桃山学院高等学校1年の時に再び家出して上京。今度は六本木のクラブで再びゴーゴーボーイに戻って、ジェンダーレスな美貌で人気を集め、ピーターパンと呼ばれたことが芸名ピーターの由来となります。芸能界デビューのきっかけは、作家水亀つとみさんのパーティーでスカウトされ、1969年主役の美少年役で映画バラの葬列で衝撃デビュー。同年には歌手としても夜と朝の間にを歌ってデビューするや、女性と見間違うほどの美貌とは裏腹に、特徴的な低音の太い声と歌唱力で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。当時のキャッチフレーズは、アポロが月から連れてきた少年。その通りの怪しい美貌で瞬く間に、世の女性たちの心を虜にして大ブレイク。一躍、アイドルスターとなります。それからは、テレビや映画、舞台にと、シリアスからコメディーまで、多芸多才ぶりを遺憾なく発揮した、池畑慎之介さん。役者として転機となったのは、1985年黒澤明監督の映画『乱』で京阿弥を演じたことではないでしょうか。ここから先は役者としてはピーターと名乗らなくなったのです。でも一体なぜ池畑さんは女装をするようになったのか。そもそも父の吉村流は女前の流派で、3歳からおしろいを塗って前の舞台に立っていたこともあって、役者として女役を演じることに何の抵抗もなかったのは大きいかもしれません。両性を見事に演じ分けることのできるカメレオン俳優の池畑さんですが、大ヒットドラマ「下町ロケット」で敏腕弁護士の中川恭一として、佃製作所を窮地に追い込む迫真の演技で、またしても見る者の心を引きつけていますが、なんと、その後、衝撃の発表をすることに。芸能活動50周年を区切りに、ピーターを卒業し、2019年から1、2年ほど休養し、
芸能界から離れることをブログに公開。今のうちにやりたいことをしたい。そう思うようになったのも、身近な人を失う機会が増えたことや、考えてみれば、それまでの人生、人に決められたスケジュールでしか生きてこなかったから、自分自身で決めた毎日を過ごしてみたかったからだとか、死ぬまでにやりたいこと100個を書き出したりもしたそうです。自身のインスタで楽しそうな様子が伺えますね。そしてもう一つの理由が、全く噂レベルなのですが、あの TOKIO の元メンバーの山口達也さんの世話をするためという噂もありました。実は池畑さんは山口さんの結婚に際して保証人にまでなっていて、山口さんご夫婦はいつも池畑さん主催の高輪会というホームパーティーにもいつも参加するほど懇意にされていたんだとか。しかも山口さんが通院していた病院も車で30分程度だったことから、お見舞いに通っていたとも言われています。噂に過ぎなかったとしても、池畑さんが心を痛めたことには変わりないでしょうね。池畑さんの気さくな人柄を慕って懇意にしている芸能人の方は多いのですが、中でもこの方は曰くつきだと言います。その人とは、女優の西野亜希子さん、ご存知、故松方弘樹さんの元妻ですが、どういう関係かというと、西野さんの父は歌舞伎俳優の10代目岩井半四郎さんで、祖父は日本舞踊家初代花柳寿太郎さんという由緒ある舞踊家の家系でしたから、父親同士も従来からつながりがあって、自然とお互い惹かれ合うようになって、結婚を前提に交際をしていた二人、西野さんにとっては唯一結婚したいと思えた人だったそう。池畑さんの結婚相手の条件は絶対一般人だと思っていたと後に明かしています。二人は30歳になったら結婚しようと約束していたのですが、ピーターが猛反対したにもかかわらず、西野さんが芸能界入りしたことで破局。それから長い年月が過ぎ、西野さんが離婚した後、池畑さんに一人になったけどどうかなと言ったら、池畑さんはすかさず、冗談じゃないわよバカモンと返したそうです。今では男女を超えた親友なのだとか。池畑さんの人としての温かさを感じますね。さて直近の活動ですが、舞台を中心に活動されていて、バラエティ番組秘密の県民賞極めで元気な姿を拝見することもできました。2020年の復帰会見の際には、コロナ禍での厳戒態勢の中、世界一美しいおじいちゃんになりたいと元気に宣言していた池畑さん。考えてみれば何の因果か、生まれ落ちたのが人間国宝の舞踊家家元の長男、父親の頑なで愛とも執念とも取れる、厳しくも型にはめようとする育て方に疑問を感じ、幼い頃から普通の父親の愛情に飢えていたそうです。しかしそんな父親から受け継いだ芸によって、他とは一線を画す役者となったことも紛れもない事実ではないでしょうか。自らも舞踏家の才能があり、名取でありながらも、家元は実力のある内弟子が継ぐという流派の伝統を守った池畑さん。同時に一から舞踊の勉強をやり直すことを決意したのは、実は天国の父に褒めてもらいたかった、そんな思いからかもしれませんね。そんな池畑さんの以前の熱海の自宅には、日当たりのいい和室が父と母のためにあったそうです。人として一番身近な愛情は両親からの愛情に他なりません。その深さや大切さが嫌というほど身に染みていたからこそ、心を打つ演技ができるのかもしれませんね。これからも池畑慎之介さんの活躍を
心から期待しています。